くまねパパさん、天ぷらありがとう。かぎさん、天ぷらありがとう。しみかさんおありがとう、ツカラリガトウ、カムネパさん、お疲れありがとう。アクスタ買ってニックネーム、入れ忘れた人です。え、そうなの <laughs> ニックネームだったもしかしてニックネームさんが一人いたんですよ、今日名前をみ上げた時に。あれ、K さん そうニックネーム忘れちゃったんだありがとうね今日 NWB の配信見てくれてこまめパパさんかわいいありがとうしみこさんお疲れありがとうお疲れ様まリモさんお疲れありがとうディオさんハートありがとう森森さんお疲れありがとうカさんハートありがとうしおさん天ぷらありがとう森森さんかわいいありがとうケイさん天ぷらありがとうこんばんは ティーマさんハートありがとうゆきちゃん天ぷらありがとう中国くんハートありがとうあアクスタ感の遅かったが名前呼び間に合わなかったそうだったんだそっかあ結構ね期間短かったもんね55分までだったからそのお知らせしてから10分15分ぐらいしかなかったからそっか名前呼びたかった ありがとうねでも買ってくれたアクスタ楽しみにしててねそう今日ねみこさんの格好をしてエビスコに行ってきたんですよ実はエビスコに行ってあのー、こうやってしてきましたみこ <laughs> さんの格好をしてしんごくんバラありがとう昼休みさん天ぷらありがとうありがとうアクスタ申し込んでくれてあアナログ動画館見てくれてありがとうりおさん10ありがとうみきょくん10ありがとうりおさん10ありがとうおこいさんハートありがとう こんばんはやちりンさん10ありがとうゆずきつさん10ありがとうギズモさんハートありがとうあ間違えた天ぷらだったゆずきつさん10ありがとうやちりンさんハートありがとうあ,しあさってのね火曜日の朝の十時までアクスタ買えるのでよかったら TSS のサイトからね今日のみこ2.5期のみこアクスタがゲットできちゃうので 個アクスタゲットしてください。恋さんかわいい、ありがとう。リオさん、天ぷら、ありがとう。10代日曜、ライブアーカイブ見ました。え、嬉しいありがとう、見てくれて、ライブアーカイブ。ありがとう。今は無吉さん、天ぷら、ありがとう。プータさん、10。ありがとう。馬太郎さん、10。ありがとう。私も見たよ、アーカイブ。見ました。え、ベスコードご報酬できたのすごい。ねえ、すごいよね。ベスコードご奉仕できたの。 ねえ、エビスコ。ミコアズミン。ミコミン。ありがとう、アクスト買ってきてくれて。コイさんかわいい、ありがとう。リアんハートありがとう。ポロンさん、ハートありがとう。ダーさん、十0の。10周年のクマちゃん、ありがとう。ブタさん、天ぷらありがとう。ねえ、23日のお話し会はもう少し。楽しみやね。今ね、お話し会も、再販中なので、お待ちしてます。明日までなので、締め切りが。 待ってるねお話し会も全然お話し会の告知今回できてなかったお待ちしてますお話し会お待ちしてます1月20日の大阪のインテックス大阪の日は私の誕生日当日なのでぜひたくさん会いに来てほしいですお話ししにガチのみこさんはねなんかね昔に。 みこまいっていうのをね、小学校ぐらいの時にした記憶があるんよね。あんまり覚えてないんだけど。だからその時に来たぶりかなって感じです。みこさんの格好したの。ガチみこ。ガチのみこさんは。めっちゃ久しぶりだった。しみこうさん、天ぷらありがとう。あのなんかね、エボシみたいなのをかぶったのが初めてで。エボシまでかぶったのは初めてでした。え、そう焼肉めっちゃ美味しかった 今日、幸せめっちゃ幸せな一日ですあの、お祓いもしてもらって <laughs> そうお、ね、姉ちゃんとそうなんですよあの太陽、僕体も頑張ったしちょっと自分へ最近頑張ってる自分にご褒美してあげようと思ってちょっと疲れも溜まってたので。 焼き肉なんかおいしいもの食べたいなと思ってお姉ちゃんにね急に誘ってあ今日行ってきたんですけど焼き肉屋さんそうめっちゃねおいしい焼肉屋さん見つけて行ってきましたなんかねいろんな珍しい部位食べた座布団みたいなやつとかも食べたりしたタンのやつとかえっすごいなんだこれタワーお父ちゃんむやさん天ぷらありがとう待ってよょう先生さん10ありがとうおちゃんやさん天ぷらありがとうりんくん天ぷら ありがとうあやみちゃん、ハート、ありがとう。りんくん、ハート、ありがとう。ひなたさん、ハート、ありがとう。りんくん、ハート、ありがとう。タうじゃないのか。ああずみちゃんのこともっと知りたいからお話から通過して。嬉しいありがとう <laughs> えー、もっと知ってよ。僕ちの話もしたい。嬉しい。りんくん、ハート、ありがとう。しみこさん、ハート、ありがとう。れねさん、ハート。あ、天ぷら、ありがとう。やっぱタバーか。 あっ1月2日買い増ししたよありがとうこんばんは恋さんかわいいありがとう待ってよ t ま y さんハートありがとうどこタワーえっ誰,誰だろう待ってタワーはねちょっとこっちに出てこないどなた 待ってこっちに反映されてないタワーが痛い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 たタワー来たあモリモリさんかありがとうモリモリさんえすごい2万タワーありがとうありがとうねタワ僕タイム来てくれて <laughs> 嬉しいありがとうすごいタワーめっちゃ可愛かった画面が一面可愛くなりましたありがとうね <laughs> 嬉しいまた切って僕たいもっと我慢頑張るもっとえそうめっちゃ美味しいお肉だったティファさんあとありがとうお祓いでアズにくっついてたのが払われてしまいました <laughs> アズにくっついての守護霊のようにまたじゃくっつきに来てください <laughs> スキさんなら大歓迎こんばんはレアくん天ぷらありがとういやもう最高のご褒美でした自分への メールの写真でピースしてる手はアネミンイエスそうねちゃんと言ってきたアネミンですはじめだよさん10ありがとうえっめっちゃおしゃれだったお店そうスペイベで焼肉したいですえっやりたい <laughs> えっスペイベで来てよまた今回も当てて <laughs> ねやりたい でも今回、スペイベも楽しみ。焼肉パーチ。焼肉パーチしたい。焼肉パーチスペイベとかあったらいいのにね。みんなでご飯。ゲームって何のゲームするんだろう。今回のスペイベ。コイさん。すみこ暮らしありがとう。今山吉さんハートありがとう。スペイベも待ってるね。お話し会も僕隊のね、話とかいっぱいしたい。僕隊の話。 とかももろもろろろいろいろんな話をしたいですみんなお話し会も待ってます <laughs> 誠さん天ぷらありがとうこんばんはウニもあるところあの焼肉ウニもえわかんないウニは食べてないけど名前忘れちゃった「匠」みたいな名前のところ <laughs> なんちゃら「匠」みたいな名前のところで 今今キッチハートありがとうねえ役係れのでも今日ね役がかりだって私ずっと焼いてたお姉ちゃんのお肉と私のお肉一緒に買い物行くスペイブな投げます <laughs> 確かに楽しそう <laughs> このお肉食べたいとか玉ねぎ食べようとか <laughs> マシュマロ焼き体験とかマシュマロかごに入れる 買い物スペイベ楽しそうだね買い物から全部一緒のスペイベ買い物も準備も焼くところも食べるところも肉食べた後のマシュマロも全部一緒にやるスペイベ楽しそうこんばんはスペイパー当てていいのえ当ててよ当てて絶対 <laughs> 当ててうん。<laughs> 確かにえ食べ物系のスペイウェットあるのかなでもお好み焼きとかやってたよね前回先輩方は今回お菓子みたいなお菓子作りみたいな感じだったし安住はポッキーゲームだってみんな言ってるどういうこと <laughs> ああ私のゲームずみ <laughs> のスペイウェイはポッキーゲームなの <laughs> みんな言ってるってどこのみんなが言ってるの パフォーマンスに感動した話にいこうかなってえっしい来てほしいあり,、ねうん、ミミありがとうね来てくれて見つけたよ私うんミミィさん天ぷらありがとうえっミカワズ似合っとった嬉しいそうなんかその焼肉屋さんコースにしたんですよ店長おすすめコースみたいなのにして今日の焼肉締めに冷麺かな卵かけご飯が選べて お姉ちゃんが冷麺で私卵かけご飯にして食べましたとから卵かけご飯食べてきた美味しかった締めの卵かけご飯 <laughs> りょちゃんハートありがとう地獄新井さんかわいいありがとう 美味しかったです TKG そうまさかここでも TKG が食べれるとは <laughs> 私の大好きな TKG うまうまでしたうまみんうまみんもう元気になったマジで <laughs> 美味しいものってすごいかもしれんご飯って食ってすごい自分の体に 与えてくれる影響力が高いです食って結構幸せ元気になるすごいえイ稲刈りねえ思った YouTube のやつだよねどうなったんかなあれないのかなどうなどうなったんやろあれだよね YouTube のやつよねえ食べて寝るのが一番 いや、本当にねそうだよね食って幸せですよ定期的にやっぱり月1で今お姉ちゃんと言ってるんですけどいやこれ大事だわって思った <laughs> っていうか本当に早い今月早いです11月めっちゃ早いあっという間にもうだって そかこっっっかこちの携帯なないなってもうだって11月もう20明日で20日でしょめっちゃ早いです11月過ぎるのが10月の日にならんぐらい早い11月もう終わっちゃうもん11月だってあとあと10日ぐらいで終わっちゃうくないもうしてたら終わっちゃうしもう四これも来週末だし。 早い、本当に十一月が一番あっといだったかも、十月よりも。ね。こんばんは。店でもうまいって言った。さすがにちょっと、ちょっとなんか、あの、ちょ静かなカウンター席で食べてたので。ちょっとうまみ言えなかったな。<laughs> ちょっと心の中に、で、噛みしめ、旨味にしました。心の中で噛みしめて旨味にした。 食という漢字は人を良くするって食と書きますああ確かに食ね人を良くするえ本当なんか幸せな気持ちになるやっぱりご飯って <laughs> だからね今日はね本当にね朝もうあの左右飲んでせんべいポリポリかじってメイクして LWP のお仕事に行ったんですよ それぶりの食事だったので焼肉がもう幸せだった本当にせんべいぶり朝のせんべいぶりの食事がせあの焼肉でした <laughs> だからもうより幸せかみしめた今日の焼肉そうお腹空すいててもみこの格好みこさんの格好したら結構お腹がギューって締めつけられるんですよあのギュって締めるからさみこみこさんのあの格好って。 だからよりずっっとお腹乗ってたもん私 <laughs> 美穂さんの格好をして配信する時とかもずっとおなかぐるぐる言ってた実は「今井真吉さんだるまさんありがとうしんいちさん天ぷらありがとう」あチェキ届いた嬉しいご飯の時飾って食べて <laughs> うまみんチェキえ新年の準備ね本当に ねクリスマスらしくなってきたしなんか街並みもねえいろいろライ,トがライトで明るく照らされてもう冬ですもう今日からコート出したもん寒すぎてほんとに寒いこれ新作ニットかわいくないこれ初めて着るかもこれね実はね親戚のねお姉ちゃんにねもらったお下がりの服なんですけどめっちゃ可愛くてこれ首まで。 あのもこもこしてあったかいからマフラーマフラーいらずの服です今日はマフラー巻かなくてもあったかかったねえ今年も終わっちゃうし早い大人っぽくなったほんと大人になってきたのかなあざ <laughs> やっぱ二十歳二十一歳らしくフレッシュチゴになりたいのさん10ありがとうこんばんは そう、着物着てる感じと同じ感じ感覚ねイワさんハートありがとうそうお下がりなんですサイズはちょうどいいぴったりかわいいよねウジさん天ぷらありがとうめっちゃかわいいこの服めっちゃ暖かいし風見大人 <laughs> サクッと軽くておいしいワさんハートありがとう けんちゃんハート、ありがとう。たいきさんハート、ありがとう。僕タイムセクシーの私遊びの大人ミントが上がってる。ね、<laughs> 大人ミント上がってる。え、でも。あんまり。僕隊。が結構、なんか。あの、僕隊の局長。 あそこまですごいセクシーだ愛しさのディフェンスとかリー o w ンとかそんなこんなわけでも結構セクシーかなデジャビもあれセクシーではないけどちょっとなんか笑顔な曲じゃないみたいな曲調がなんかそういう曲がさ結構盛り込まれてるじゃんでも元気な曲もあったりするから僕隊めっちゃやってて楽しいですいろんな表現でも難しいその分難しいけど 楽しいやってて。レネさんハートありがとう。T1 さん10ありがとう。ちょっともうちょっとあそうアイドルも今回やるからユニットで。アイドルの時はもうめっちゃ可愛くブリブリってやっ,やったりやるけどディフェンスではちょっと大人っぽくやったりそういう表現の幅を。 体ね、ちょっと牧隊をきっかけにもうちょっと広げていきたいなと思う上手になりたいですそういう表現の幅本当いろんな表情見れて好き楽しいえ絶対楽しいよね見てる側も楽しいと思うだからやっぱりなんかその一番人気の公演というか昔からこう有名で人気な公演っていうのもやってみてああなるほどなって思いました確かにいろんな なんか表情が見れるじゃんんんアイドルさんのなんかいろんな既存1公演の中で全然違うから曲色がだから見てて楽しいしコールもたくさん打てるけん局的にあやっぱりやってる側も楽しいんですよ舞台公演ってすごい。ねえじゃ,ゃああ なるほどなと思ってなんか有名ですごい人気な公園っていうのがわかるなってこの前初日を終えて改めて思っただけ頑張らなきゃですねよ,より歴史のある公園なのでアイドル可愛かった嬉しい嬉しすぎるセクシーすぎて突っ込まれて <laughs> えなんかさ糸下のディフェンスさ私 <laughs> さマネージャーさんにさ <laughs> やりすぎ」って言われた <laughs> ちょっとなんかいい感じだけどちょっとやりすぎだから <laughs> 一回映像を見てちょっと確認してみなって言われて <laughs> え やりすぎってそんな言われることあんのと思ってめっちゃ追求してめっちゃ頑張ってやったけどそのマネージャーさん的には「<laughs> やりすぎ」<laughs> やりすぎ」ってあれだ <laughs>「えっ!」ってなってます今だからちょっといいいらいのもうちょっとなんかダンスの先生と ね、あの極めて,こうかなと思っていいラインで <laughs> 次のディフェンスはもっとこの前のディフェンスとはちょっと違うディフェンスにしたい <laughs> やばかったそっちの指摘ね <laughs> 私も <laughs> まさかのねなんかもっとこうしたらとかもっとああした方がってセクシーってなる。 率直の指摘かと思ったら。やりすぎ指摘。びっくりです、私も。そう。スケモンさんバラありがとう、ミみさんじゅありがとう。確かに、いろんなフォーティエットグループさんで。僕の投稿してる、わかるよね。いや、本当にね、わかる、めっちゃ。うん。あ、生瀬さんと違う感じ、楽しめてます、本当に。それ嬉しいかもしれん。やっぱね、違いもね。 作りたいですよね。日記生さんがされてたので、やりすぎぐらいがちょうどいい。ギリギリセーフを攻めよう <laughs>。確かに <laughs>。あでも自分はああの表現の仕方が好きなので、ちょっともうちょっといいもうちょっと極めます。いい方向に抑えるんじゃなくって極めていくように頑張る。もうちょっと <laughs> ね。 いいい感じだった本当嬉しいありがとう褒めてくれて <laughs> そうねさらに待ってましたから見てく見に来て見に来てよでも12月ね多分どっちかにね出るんじゃないかなと思うんだけどまだどっちに出るか分かんない12月のメンバーメンバー予定出てないもんねいつ出るかなあれ そうそう出そうだけどねとってもカートラだったどっちかには出ると思う多分分かんないけど確かにそこは抑やされて誰がやっても同じになってしまう安ミンらしさをあ <laughs> 確かにでもこれからディフェンスずっとやっていくから。 あずみんのディフェンス作ってかなきゃいけないもんね。あずみんらしいディフェンス作ってかなきゃいけないから。あずみん、あずみんらしいアイドルもだし。どんな感じなんだ今見たいっす。<laughs> ちょっと今見せられないな会いに来てください。<laughs> 見たい、見たいと思った方、会いに来てください。どんな、どんなディフェンスなのか。 シンシの助さん、天ぷら。ありがとう。ねっちょりした表現、あずみの得意分野だもんね。ねっちょりした表現。<laughs> ねっちょりしてないんだけどな。でも、ねっちょりし、やっぱねっちょりしてるんかもしれない、私。ダンスの先生に。自分は、ね、あんまりねっとり踊ってるじ。自覚はないんだけど。あずみんの踊り方は。その。 やりすぎって言われちゃうゆえんが理由が多分そのねっちょりにある <laughs> なんかこうねっとりこうねっとりこう踊ってしまうんだよね多分それが好きなんだと思う自分も踊り方的にもう無意識で踊っちゃうんですよそのね,ねっとり <laughs> そういう曲調だったらね曲元気な曲はあんまりそうやって踊らないようにしてるんだけど「デジャヴとかもめっちゃねっとり踊っちゃううん こうやってなんかこうキレがあるところはパキッと踊るけどその後のこういうところとかこうやってなんかこうグニョンってやりたくなるんですよ <laughs> やりたくなっちゃうなっちゃってもそれ無意識にやっちゃってるからナースの先生に言われましたあずみんは踊り方がねっとりしてるから <laughs> そう先生にも言われたから。 やっぱりねっとりしてるんだと思って私りょうつのねっちょりウィンクはあながちねっちょりっていう表現はあながち間違いではなかった多分 <laughs> でて今になって思いますやっぱりねっとりしてるのかもしれん確かにクリコンの詳細ねそうだねまだ出てないもんねクリスマスコンサートもねあ十12月開けとくねありがとう 開け取ってどっちになるかまだ分かんないけどどんなふうに出れるかね僕隊も出そうだよねもうちょっとでねのぶいちさんバラありがとう鍵さんいいねありがとうねアイドルはウインク炸裂 <laughs> しないから粘り強い踊り方っていいしょああでもうん粘り強いそう表現変えたら粘り強い <laughs> 粘り強いって感じソーダさん天ぷらありがとう曲調でうん元気な曲の時はあんまりそうやって踊ろうって思うならないけどうんデジャヴとかそんなこんなわけではあんまりないなデジャヴと ああディフェンスと今回の曲だったら「デジャブ」と「ディフェンス」と「デジャブ」と「ディフェンス」とちょっとレイダウンの一部ぐらいかな本当メ目引くえ嬉しい目引くって嬉しい嬉しいめっちゃ嬉しい <laughs>。本当目引いてる嬉しい。 はずみいじりしてますけどもうねもう毎日いじられる <laughs> 毎日もう今日の NWB の配信とかも <laughs> 何喋ってもみんなもう反応してくれないんですよ私の言葉にみんなもう私がしゃべったらみんな「いじってやろう」の体制なので <laughs> もう姿勢がもういじってやるっていう姿勢なんですよ私が喋ったらだからもう今日の NWB の配信とか何喋っても いじられました <laughs>。もう <laughs> 何喋ってもえっ,って顔されるんよ。悲しいよ。<laughs> S 字にくねがせる感じが。ああ S 字にうーん。あいかちゃん天ぷらありがとう。 パフォーマンスアずみちゃんのこと好きになったえっ嬉しい本当とアんの好きえっうしい嬉しい,嬉しい <laughs> めっちゃ嬉しい極めるはじゃそんな好きって言ってくれるんだったら半球がついてキリや速度感が出ててもいるからスペックあ確かにまあでもそのなんか ねっとりとした感じの踊り方も自分の多分良き特徴だと思うので極めたいですね自分の特徴そうね「僕の太陽」とか「ビンゴ」は元気いっぱいパフォーマンスしてるこんばんは。 いやインドネーシアいじりほんとに滑り弦みにくいやクルクルも滑ってたからな <laughs> クルクルのダジャレあれちょっとみんなどうにかしてよ <laughs> あの人口が口開けばダジャレしく言わんのんじゃけどクルクル最近ちょっとどうにかしてくださいみんな <laughs> ね、イントネーションイジじりされたしっかりこんばんはりあくん天ぷらありがとうめわこちゃんレインボースターありがとうあ嬉しい逆に入れてくれるめってもうアドミちチうすだよ <laughs> 嬉しいあ大阪追加したえう、ー、しいありがとう誕生日の日ありがとう <laughs> 待ってるねありがとう コちゃん天ぷらありがとうノブロう V さんハートありがとうあラバーマンの見せようと思ったらかわいすぎえっそうだったんだそっ,そっかそっかそっかでもね一瞬だからねお見送りってね焦っちゃうよね結構一瞬に流れていっちゃうからそうくるくるのダジャレもすさまじいいやもうすさまじいすさまじいよね 滑りゲーか滑滑らせとこうかなじゃあくるくるはフフじょ大なの大丈夫おぎりじょう,じょう滑ってるけど <laughs> 怒られるでもそうくるくる大喜じょう滑ってるよって言ったらおぎりじょうなの滑ってるよって言ったら怒られちゃう <laughs> 黙っしず内緒にしとかなきゃ こんばんばはえっ直美ちゃんがユニットだと四国入りたい言ってて震えてもらうえ本ほんとにみょんみょん四国え来てほしい <laughs> え来てほしいめっちゃめっちゃ来てほしい確かにサンギちゃんのユニットってどうなるんかな輝かつユニットどうなるんかね分からんよねどうなるやろうかいつあれになるんかね 自分らうーんいついつあれするんかな加入するんかねでも今結構人数がどのユニットも結構減ってきてる卒業される先輩方とか卒業されるメンバーさんがの分四国も一番多かったらしいんですよ あの全ユニットの中で四国ってメンバーが私が入った時だけ1年前か1年前は一番多かったのに今もう人数が結構少なくなってきちゃって一番多くなくなっちゃったって言っててマネージャーさんがそうだから何かねいろいろと人数サンキーちゃん入って るのかないつ入ってくるんだろうユニットに合流はいつなんだろうって思うけど分かんないですねいつなんだろうねサンキちゃんの合流あいかちゃんハートありがとうりんくん10ありがとうあいかちゃん10ありがとう庄司さん10ありがとうでもみょんみょんは結構パフォーマンスメンバーだからサンキちゃんの中でも分かんないけどスタジオとか入れそうだなって気持ちもあるけどね みょみょんがスタジオに入りそうサンキちゃんの中だとって思うすごいねでも四国入ってきてほしい <laughs> 四国入りたいって言ってくれてるのだったら嬉しい四国入ってきてほしいけどめちゃめちゃパフォーマンスメンバーなのでスタジオにも入りそうだなって思うこんばんは あ、ミョンさんとぎふさんとリアチュうが四国を狙ってますあそうなんだそうなんだえリアチューもえー、そうなんだあれだよねゆいにゃんはねアンナさんがでて四国ずっと入りたいって言ってくれててそうなんだおはようさんいる時に汗クソ洗ってたって言ってたクルクルが洗ってないからひどいクルクル。 くるくるひどい, <laughs> ひ,どいのひどいよ今日はその間からあずみのおし会か通称申し込むしかえ来てほしい <laughs> 来てほしいお話したいゆっくりねゆっくりお話したいお見送りねあっしょいっあっという間だもんねこんばんは 滑り芸は一瞬の静寂の後の回収が大事だからあずみにかかってるよいやもう重たすぎる <laughs> ちょっと重大すぎて滑り芸もう滑った後の空気私一人で回収できません <laughs> 毎回どうしたらいいか分からんのよねくるくるのギャグの後 <laughs> うんくるくるのギャグ回収できないもう だからもう投げ放置してます <laughs> ギャグしたら放置してるけどなんかね笑いたくないんですよくるくるのギャグにくるくるのギャグに笑いたくないのに反射的に笑ってしまう今日も笑いたくないのにそのギャグが聞こえてそのギャグを頭の中で認識していた瞬間も反射的に笑いがもう飛び出してきちゃう。 吹 <laughs> いちゃうもうこれから放置しようと思いますもくるくるのギャグは私は回解できない <laughs> えその3人スタジオわかるよねねえりっちゃんサッチミョンミョンはスタジオって感じサンキちゃんの中の中だと。 あ、舞ちゃんがあきゅうさんねなるほどね確かにどう,んどうなるどうなるんかなね気になるよねさんきちゃんのユニットお、すごい東京から見に行きますええー、嬉しいクリスマスかなあ違うわ滋賀か嬉しいありがとう待ってるね気をつけてきてね いいや面白いよねなんか不意にくるけん面白くて笑っちゃうんですよくるくるのギャグけど処理できないから<笑>,笑うのも悔しいんですよくるくるのギャグに大爆笑するのも悔しいので <laughs> だって私がボケた時 全然拾ってくれないんですよひどいもうこれは <laughs> ちゃんと聞いてほしい <laughs> 2人で話しててさくるくるとボケるじゃん自分がねてかもうあっちがボケ振ってくるんですよなんかボ,ボケれるようなことを振ってきてそれに乗っかってボケたら知らんぷりするんですよしらーって「安住何やってんの?」みたいな顔して <laughs> 放置してくるあっちが。 そう白って顔してくるからあ本当悪いあれ <laughs> だけずっと言ってる最悪ちゃんと自分で投げた球を受け取ってくれない投げ返しても投げ返したまんまなんか投げ,投げ捨てるんですよくるくる <laughs> 自分から投げるのに球を <laughs> 自分から球投げるのにその球返してあげたら キャッチしてくれ全然飛んでったまま放置する竹まつるさんありがとうありがとうあ二2日の羽だれも投げてみたえっ昼どっちおすすめえー、どっちもおすすめでもどっちもねココアさんの生誕祭とモモちゃんさんの生誕祭だからどっちも来てほしいけどな どっちがおすすめって難しい <laughs>。難しいよ、どっちもおすすめ。だから、ャミャオミャオの予定が合う方。に来て、どっちもおすすめだから。こんばんは。 滑りゲえだから笑っちゃダメよいやそうなんよねくるくるのボケ笑いたくないです私もいやそうなんよもうシーンとした空気を作りたい笑わんように頑張ります <laughs> 自分を教育させるくるくるのゲーギャグには一切笑わないようにそうあっちは笑ってくれないから、ね、私がボケても一切<笑>,笑ってくれないから 私も笑笑いたくないですよ。笑わないように。T さん十ありがとう。こんばんは。 ファンが受け取るけん <laughs> 優しい <laughs> 優しいティーバイさんハートありがとうありがとうえ今日ね <laughs> めっちゃ一個恥ずかしかったエピソードあのね今日さコート着て行ったんですよね今年初コートで去年冬去年の冬着てたのを この夏の夏期間ににクリーニングに出しててでその今年初めてコートを着たんですけど今年のこの冬初コート着たんですけどクリーニング出したらさタグが付くじゃんでこの襟のさここのところにさ大体タグがついとるじゃんじゃっけ着る時にあタグ取らなきゃと思ってこあのねクリーニングのタグ取って出かけたんですけどもうね落とし穴がありました <laughs>。 コートのここのなんか横の紐のところにもクリーニングのタグがついとったらしくって全然気づかずにあの現場行っちゃってメイクさんに「あずみクリーニングのタグついてるよ」って <laughs> 言われて「えす恥,恥ずかしい恥ずかしい」ってなってあのメイクさんに取ってもらった <laughs>。めっちゃ恥ずかしい <laughs> まさ,かまさかここについてると思わんくってそうえあるある本当気をつけなきゃこれクリーニングクリーニングから戻ってきた洋服のタグは皆さん気をつけてくださいそうさんにこっそり言われました <laughs> あずみタグついてたよ <laughs> 恥ずかしいめっちゃ全然気づかず歩いてた ね、コートたくつきがちだよねいっぱいねほんと落とし穴でしたそうここを見たんですよちゃんとここのよくよくついてるところはね見たんですけどまさか側面にもついてると思わなかった <laughs> ユニクロのサイズシール貼ったまで昨日出かけてたえ え自分はやったことあるよそれサイズシールやったことあるうん普通にあのあれもある買い物タグもあるクリーニングじゃなくて買い物のタグをつけたまま外出たこともある忘れててごちょごちょするなって思ったらタグがついてた恥ずかしいよねあれ地味に地味に恥ずかしい <ね>え <laughs> 私そのシールシールエピソードだったらなんかね着陸はした時にあのー、衣装さんがもあの衣装公園とかで用意されてる衣装って全部名前が書いてあるんですよ。シールで「岡田」とかっていう名前が書いたシールが衣装とか靴とかに全部貼られてあってその名前が書いてある衣装とかを衣装と靴を 言ってるんですけど着陸の時にあの靴のさ靴底の靴のこの足を入れるこの靴,靴底があるじゃん。あそこに毎回「岡田」とか名前が貼ってあるからで今回僕対公演早着替えが多いからさもうせっせかせっせか着替えててその着替えてる間にその靴のなんかの靴の岡田シールが多分足に靴下の方にくっついちゃってて。 で着理班終わった後に全部あの私服に着替えて「ふう終わった」って言ってたらなんか足に違和感あるなと思ったらお型シールがもうあの靴下についてて <laughs> くっついてて恥ずかしかったすぐに衣装さんのところに持っていきました「すいません」シールが <laughs> 何の靴かわからないんですけどシールを持ってきちゃいましたって返しに行きました。 シール、っっつつけけちちゃゃう。貼っつけちゃうよく靴靴下とかに岡田シールそうそう中敷きのところにね貼ってて着理派は会場じゃなくてレッスン場とかでやるあの衣装着てやるリハーサルです着理派え着理派の話したことあるっけ私初めての着理派の話 したことないっけこれ初めての着リハなんか「花だだれ公園だったかな STU48」ST 入って「花だれ公演」のレッスンみたいなリハーサルに参加してたんですよでその着リハっていうもの自体は知らなくって着着てリハーサルそうそうそうこの着替えの着にリハーサルのリハって書いて着リハって言うんですけど 着班っていうもの自体あんまり知らなくてでそのレッスン参加してたらその先輩がね「今日って着利着利?」って言うんですよ「着利?」ってそう着利派を「着利」歯「歯を抜いて着利派のことを着利」って略して喋ってて「今日って着利するよね」みたいな感じでスタッフさんとかと話してて。 だから着離派自体はあんまり分かってない状態で着離だけ聞いたらなんかクリスマスの何かがあるのかなと思って着離クリスマスのなんか栗ク,クリスマス着離 <laughs> そうなんかな何すんだろうこれからってクリスマスでも季節的に8月7月ぐらいだしクリスマスなんかすんのかな着離着離チャイムクリスマスなんだろうと思ってたらそう着離派のことでした。 ね、略されすぎてて <laughs> 初見で聞いたらそう全然分かんなくて着離着離って略す,略すんだと思って「暢子 V さんハートありがとう」うん「着離着離派」って言うんですよ着てリハーサル衣装を着てリハーサルすることを着離派っていってえそうだよね着離派の時点でねもう略されてる そうなんよそっからまた略するともう本当に分かんなかった着離です初めての着離班の思い出クリスマスのなんかと思ったこんばんはでもレッスン上でその 衣装着てリハーサルする時今までは普通にあんまり緊張せずに踊れてた踊れてても急に衣装着ると緊張しちゃうなんか気持ちがちょっとドキドキってしちゃうんですよね衣装着て踊ると緊張しちゃうやっぱ衣装ってでっかい大きいんだなと思うだから衣装着るたび えって実際使うのえ、使うんじゃないかな先輩が言ってた着離って着離派のこと着 <laughs> 装効果すごいですよテンションも上がるしね衣装着たらそうそう衣装着てリハーサルするしリハーサルで着離ですそうひーくんハート3年ありがとう ね、テンションもテンション感も変わるしなんか気も引き締まるしでも緊張感も出て緊張しちゃうんですよ同じリハーサルっていうかいつもレッスンしてる場所でも会場じゃなくても衣装着るだけで緊張しちゃうひいくん10ありがとうアイドルなんてんこちらもドキドキしたよドキドキした <laughs> 短いもんねそう ひーくん天ぷらありがとう可愛い,い,いよねでもねアイドルなんてでも早着替え今回さ早着替えが多いからあんまり衣装の写真をゆっくり撮れないんですよだから次また僕体出る時はちょっと全身の写真を撮りたいなと思ってアイドルのアイドルの全身写真をね撮りたいんだけど前回撮れなかったので次めっちゃ爆速で着替えて写真撮るね <laughs> ちょっと頑張る爆速着替えて爆速で着替えてアイドルのあと糸井さんのディフェンスも取れたら取りたいなと思う全身としっかり写真撮ってきます早着替えの練習もめっちゃしたうん会場についてのリハーサルはなんか衣装を着て本番の MC とかも込みで本番尺でやるのをゲネプロって言います 会場に着いてて衣装も着て本番尺でやる MC とかも込みでしっかりやるのをゲネプロって言って本番の日はリハーサル曲だけ確認する衣装とか着ずに私服で曲だけ確認するリハーサルと衣装も早着替えも全部やって本番通りに MC も込みでやるゲネプロと本番の3回をした。 この前の前日はなのでもうもうバキバキ体 <laughs> ほんまバキバキ次の日バキバキだった体がひ <laughs> ーくんバラありがとうはやきが緊張するまだ慣れないですはやきがえうんはやきがい慣れないです全然藤玉さんあめちゃんありがとうひーくん 白クマありがとう「サタンさん結婚してありがとう」関係者向けえなんうんでも関係者の方も見てた方もいたっちゃいたけど関係者向けって感じではなかったかも自分たちのゲネペロはうんバー当たりもあるバー当たりは踊ったりするんじゃなくて位置だけ確認する。 バ当たりは何とかの曲の1番のサビの位置ちょっと立ってみてとか 1, 1番のサビだけちょっと立ち位置確認するよじゃあ次はなんとかの曲の2サビの立ち位置確認するねみたいな感じで場当たりは曲かけて踊ったりせずに立ち位置だけ確認するのを場当たりって言ったりしますりょうじさん十 ありがと美穂子ちゃん結婚してありがとううちさんってんぷらありがとうねいろんなね用語があるよね <laughs> いっぱいある私もね最近になってやだいぶやっといろいろと覚えてこ覚えれてくるようになった感じですよいろんな用語があるのでね難しいよねはあ <laughs> 思って仕事も覚えられなかった全然始めらへんうん板付きとかもあるうんああずみんのやるだけがえそうなんえあずみんのさカードあんまり出ないよねってなるべねね私も全然自分のカード出ない板付きはそうあのー、ステージの上に メンバーが立ってから音が流れるのを板きって言います音先とか曲線音先は音を先に流してステージに音が流れたらメンバーが入ってくるっていうのを音先とかっていう。板きは「イタき」は板についてというかステージについて音が流れること。うん、K さん十ありがとう。「ネクロさんでんぷら」ありがとう。 こんばんは。いっぱいいっぱい。いっぱいいっぱいあります。用語が。よしじゃあ。ラジオ予防課だ。十三位。りんくん、ありがとう。十二ミミさん。ありがとう。十一位ブタさん。ありがとう。十位ミャコちゃん。ありがとう。九位シミコさん。

ありがとう。 できたじゃんティーヒロさんだるまさんありがとう。ありがとうねー。<laughs> ありがとう。ありがとうございました。明日は。七時半から。いつも通り。朝配信するので。待ってます。 ありがとね、明日からまた一週間頑張りましょう。平日、メイルク結婚してありがとう。じゃあ、ねんねあずみんどうあります、せーのって言ったら、ねんねあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー。ありがとうございました。バイバイ、おやすみー。 ゆっくり休んでね。バイバーイ。